中1限定ギフト。詳しくは湘南ビーチ FM オンラインストアをチェック。毎週日曜日夜9時からはベルグローバルアソシエイツプレゼンツヒッツアラウンドクロック。前半は50年前の全米シングルチャートトップ10、そして今週の後半のパートナーは鈴木圭介です。時計の針を戻して懐かしのナンバーをご一緒にお楽しみください。湘南ビーチ FM We love the beach。78.9MHz 湘南ビーチ FM Hits Around the Clock The 90s。 今夜は1991年4月27日付の全米シングルチャートトップ10ご紹介しています。この後7位から4位と続きますが、その前に20位から11位にランクインしているナンバー、ここで読み上げておきましょう。こちらは4曲が初登場となっています。20位1曲目の初登場、今バックでお聴きいただいているキーディー Save Some Love。前の週25位から5ランクスアップ、7週目で入ってきました。19位も初登場、同じく5ランクスアップで入ってきたのがネルソン More Than Ever、 8週目で入ってきました。18位、こちらは4ランクスアップ、6週目で入ってきたのがクイーンズライク Silent Lucidity。 彼らのアルバムもトップ10に返り咲きとなっています。アルバムチャートは後ほどご紹介いたします。17位4ランクスダウン、アナザーバッドクリエーションのアイーシャ、しかし彼らの新曲入ってきてます、後半10時台で。16位、前の週のトップ10、7位から9ランクスダウン、ジェラルド、ビコスワーベ。15位、初登場、4週目で入ってきました、マライア・キャリーのサード、フォースシングルですね、 I don't wanna cry。 前の週23位から8ランクスアップです。14位、4ランクスアップ、しかし上昇マーク取れてしまいました、 The Rembrandts Just the way it is baby。 13位、1ランクアップ、 Voices that care の Voices that care。 12位、3ランクスアップ、 Rod Stewart Rhythm of my heart。 そして11位、前の週のトップ10、6位からダウンです、 Enigma Sadness Part 1。 以上がこの週の20位から11位でした。前の週のトップ20から落ちてしまった4曲というのが、ロバート・パーマーの Mercy Mercy Me The Ecology I Want You、 テスラ Signs、 ティミー・ティー One More Try、 そしてグロリア・エステファン Coming Out of the Dark となっています。それではトップ10シングルチャートに戻りましょう。今から30年前の全米シングルチャートトップ10、続いて7位から4位です。 Number 7。
Stop.
out at the back so I cruise. Slide through the dance floor. I never seen a club so hype before. Get on the mic and get raw. Back to back, front to front, door to door. Everybody dance to the new sound. Rock and roll, soul to soul. I bring it on down from the bottom to the top. From the top to the bottom. I got 'em. People everywhere, they jump, they sing, they hear, they shake, they dare me, yeah, oh yeah. So loosen your body and let me take control. Let's rock and roll. With it, that's it, throw your hands in the air, scream go, 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 rock and roll, we're growing slow and yo, it will develop into a new form, break the norm, get warm and then swarm, come back again, tear it up and transform, from BB King to Bo Diddley, and Sullivan was on the TV screen to be seen with the Beatles and the Jackson 5, the Who, the Doors, the Rolling Stones, and even I've dibbled a bit to get with, helping to prove that it's legit, your parents dissed it back in the days, the same way they diss rap, are you amazed? So DJs, let's rock and roll.
30年前の全米シングルチャートトップ10、この時間は7位から4位まで4曲続けてお聴きいただきました。7位、2ランクスアップ。そしてこの週のアダルトコンテンポラリーチャートナンバーワンソング、リック・アストリー、 Cry for Help。 6位、前の週のトップ3からダウン、3ランクスダウンです。しかしお隣の国カナダでは2週目のナンバーワンソング、ロンドンビート、 I've been thinking about you。 5位、こちらは5ランクスアップです。そして US カナダのダンスチャートナンバーワンソング、 C&C Music Factory featuring Freedom Williams and Zelma Davis、 Here We Go、 すでにゴールドディスクシングル。そして4位、4ランクスアップとなっています、 High 5、 I Like The Way The Kissing Game でした。さあ、残すところあと3曲となりました。前の週のトップ3、 3位のロンドンビートが落ちてしまっていますので、1曲トップ3に入ったということになります。お知らせを挟みまして、アルバムチャートをご紹介した後のシングルチャートトップ3です。Hi, this is Hiram Bullock and you're listening to Shonen Beach FM 78.9 MHz. Asu, 土曜日開催 Otsuka Shokai presents Shonen Jazz by the Sea in Riviera Zushin Marina. 出演は寺井直子カルテット。情熱的に艶やかに美しい音色が響きます。ジャズバイオリン界の女王、躍動感あふれる演奏をお楽しみください。おかげさまでチケットは完売いたしました。ラジオ、インターネット放送でどうぞお楽しみください。湘南ビーチ FM ビール789、ただいま絶賛発売中。おうち飲みはもちろん、アウトドアでも湘南ビーチ FM ビール789をぜひお楽しみください。詳しくは湘南ビーチ FM ホームページをチェック。毎週日曜夜8時からはアジアンビュー、心を引きつけて離さないアジアの音楽を湘南の潮風に乗せて浦部久美子がお送りします。極上のアジアの歌声に酔いしれてください。湘南ビーチ FM。 Yes, we love the beach。 78.9MHz 湘南ビーチ FM Hits Around the Clock The 90s。 今夜は1991年4月27日付の全米シングルチャートをご紹介しています。残すところあとシングルチャート3曲となりましたが、その前にこの週のアルバムチャートをご紹介しておきましょう。まずは初登場、ホットショットデビューは83位、パット・ベネターのニューアルバム True Love が入ってきました。その他にもホワイトライオンのメインアトラクション、ビリー・スクワイヤーのニューアルバム、シーナ・イーストンのニューアルバムも入ってきますし、183位にはマーク・コーンが初登場となっています。またその一つ上には、今月最初の頃にお届けしましたレッドヘッド・キングピンの321パンプと、70年代80年代のディスコヒット好きな方には楽しんでいただけるんではないでしょうかといった特集の時に、一番最後にお聞きいただいた生、曲ですね。アースのレッツグループをサンプリングした曲、そのレッドヘッドキングペンのニューアルバムはマーク・コーンより一つ上の182位に初登場。また194位に初登場したのがグランジロックアルバムで一番最初に売れたと言われていますアリス・イン・チェインズのフェイスリフトも入ってきています。それではトップ10です。1枚がリエントリーとなっています。10位、トゥーランクスダウン、ザ・ドアーズのサウンドトラック。9位がリエントリー、32週目でまた帰っていきました。一番最初にトップ10に入ったのが1990年、前の年の9月のことでした。
つからおよそ半年ぶりぐらいにトップ10に戻ってきました。こちらはシングルサイレントルシディティのヒットによるものでもあると思います。クイーンズライクエンパイア。8位ワンランクダウン、クリス・アイザックハートシェイプドワールド。7位トゥーランクスアップ、エニグマ MCMXCAD。 きちんと期限1990年って言うんです。6位変わらずホイットニー・ヒューストン I'm your baby tonight。 トップ5も変わらず、5位 The Black Crowes Shake your money maker。 4位 REM Out of time。 3位ウィルソン・フィリップスのウィルソン・フィリップス。2位 C&C Music Factory Gonna make you sweat。 そして9週目のナンバーワン、マライア・キャリーのデビューアルバムマライア・キャリーとなっています。ちなみに彼女のアルバムはお隣カナダでも2週目のナンバーワンとなっています。以上がこの週のアメリカのアルバムチャートトップ10でした。前の週のトップ10から落ちてしまったのはスティングのザ・ソウル・ケージーズとなっています。そして彼の本国 UK ではユーリズミックスのグレイテストヒッツがこの週もナンバーワンとなっています。通算5週目のナンバーワンです。それではシングルチャートに戻りましょう。1991年4月27日付の全米シングルチャートトップ3、まず3位と2位です。 Number 3. Open the door and come in. I'm so glad to see you, my friend. Don't know how long it has been. Having those feelings again. And now I see that you're so happy. And ooh, it just sets me free. And I'd like to see as good friends as we used to be. My love.